津田正夫は日本のボート選手、東京都出身、1980年のモスクワオリンピックボート競技日本代表に選ばれた、スポーツノンフィクション作家山際敦志のたった一人のオリンピックの主人公でもある、ピアニストの津田美智子は実施、名門新学校の東京教育大学附属高等学校に進みながらサッカーに熱中、高校の同期には 石田通る、井上和夫、川又裕次郎、越沢明、佐野和彦、林土野と、千部、村上誠一郎などがいた。二郎して、東海大学に入学。麻雀などに明け暮れるが、同級生らが社会で活躍し始めたことなどに奮起。1975年、オリンピックに出ようと決意する。射撃やアーチェリーなど、いくつかの競技を検討したが、 ボート競技の種目のうち一人でもできるシングルスカルに決める。全くの素人だったが努力を重ねついにモスクワオリンピック代表選手となるも日本のモスクワオリンピック参加により出場は叶なわなかった。現役時代に設立したザ・トールキングクラブに現在も所属。トールキングは金を取るの意味。ありがとうございます。